では今からですね、フリップネタ新作見ていただきますのでよろしくお願いします。お、やぶみですね。昔の伝達方法ですね、メッセージの、江戸時代の野上くん。いやいやいや、江戸時代の霜降りオールナイトニッポンのディレクターの野上大輝が江戸時代の滝川枯れ荘にやぶみ送っとる。なんやねんこれ、そろそろ逮捕されたって。あんなやつやとはね、野上大輝がね、ちょっとね離れてしまいましたが、彼のこと応援しましょうね。あ、これ旗揚げゲームですね。言われた指示通り赤い旗、白い旗を上げていくんですよ。進路上げて、進路下げて、進路下げないで進路下げる。おお、いいですね。進路上げて、進路下げて、進路下げないで進路下げる。わしの腕がキングラーみたいになったらどうすんねん。お前左ばっかり上げ下げさしやがって、お前わしの腕がキングラーみたいに太なったら責任取れんねやろな。バランス悪い、左だけでかなって、お前わしの腕キングラーみたいになるやないかい。こんなもん赤も上げ下げさせい、キングラーみたいにさせやがってね。え、草野球ですねこれ。すいません、ちょっと人数減っちゃっているメンバーだけ今日やりますね。審判に言ってます。そうそう、草野球ってね、まあ別に9人じゃなくてもいいというかね、そうそう、10人で打順 DH で回すとか、まあなんか8人しかおらんくても外野2人とか、キャッチャーは相手チームがレンタルとか、なんか割とそういう緩いからいいんですよね。あ、ちょっと人数減っちゃったんや。あ、そうですか。では試合を始めますので両チーム集まってくださいって言って、ホームベースの前に2列で整列して、ここから試合始まるってやつですね。おー、スカイピースか。おい、9人おったのに6人減った。スカイピースやんけ、ほんならお前スカイピースの裏方の草野球チームやったんかい。9人おって6人減る、何したらそうなんの。ねえ、お前スカイピース何してねん。ローソン近くにないかな、ローソン行きたい時あんねん。あそこの角曲がったらあったはずだよ。あー、頼もしいですね、この辺の地理詳しい人ね。え、ローソンでしか売ってないスイーツとかな、なんやろ、サラダチキンとかあんねん。ファミマはファミマでええねんけど、これローソンじゃないとないみたいなあんねん。あ、なんかテンション下がるなあ。あ、なんかローソンやけどナチュラルローソンか、なんかちゃうねんな。なんかローソン行った気せんねん。ねえ、逆ベッキーですね。これ逆ベッキーなんですけど、逆ですね。あ、セブンティーアイスクリームっていうね、これありますよね、あの自販機で、まあ、駅とか商業施設に置いてるね、アイスの自販機やねん。こう、まあ、棒のタイプとコーンのタイプとモナカのタイプもあるけど、これたまに食ったらうまいねんな。俺いつもこれ食うんだよな。そうそう、大体決まってんねん。セブンティーアイスなんかたまにしか食わんから、もう絶対人生で、まあ、これかこれっての決まってるんですよね。あ、俺いつもこれ食うんだよな。何食うんでしょうか。誰が抹茶のやつ頼むねん。お前セブンティーアイスクリームのラインナップで抹茶買うやつおらんやろ。誰が金払うてん、お前あんな、いや、あ、じゃあれおもちゃみたいなアイスクリームやで。誰があの可愛いポップな世界観のアイスクリームで抹茶食うねん。200円出して、アホかお前。ソーダとバニラの渦巻きのやつやろ普通。全員それや、全員がソーダとバニラの渦巻きのやつ、もしくはなんかナッツ系のね、バニラ系のなんか歯ごたえあるやつや。抹茶いかんて。
金払ってセブンティーアイスで抹茶食うやつおらんねん。うまなさそうすぎるからセブンティーアイスの抹茶。いや抹茶はもうちょっとちゃんとしたアイスや、サーティワンとか行って食うよなあとか、普通のカップのアイスとかの抹茶わかるけど、セブンティーアイスで手持ちで抹茶食うたことない。抹茶どこのワッフルの子合うわけないやん。ソーダとバニラの渦巻きのやつ欲しい。いや普通あれやろ、ソーダとバニラの渦巻きのやつや。ほんで全部食い終わったら腹筋のローラーみたいになんねん、あの棒がこうなってこうなってこうなって、あれがええねんお前。セブンティーアイスで抹茶食うやつおる？誰が金払って、いやいや、ま、あそのええー、抹茶食うやつおらんのお前ね。ギター屋さんですね、まあ、楽器屋ですか。ギター高価買取中ありますね。やっぱギターって高価なものありますから、結構使わんくなったギター、弾かんくなったギターとかは楽器屋に持って行ったら意外といい値段行く時あるんですよね。そうそうそう、すいませんギター売りに来たんですけど、お前が一回触ったギター誰が欲しいねんボケが。おいクソ野郎、何がカモンタツオやねんお前。すいませんギター売りに来たんですけど、売れるかお前のギター、キショイのボケ。お前が金払えや、粗大ゴミやねんから。お前が持ってるギターなんか全部粗大ゴミやろ、気色悪いの。滑らされてかわいそうなギターたちよ。お前がギター手放す時は金払え、粗大ゴミやねんから。でっかいからお前金払って持って行ってもらえ、クソがお前なあ。カモン達夫、お前おもんないもんな。なんか聞いたんですけど、この人飲酒運転したことあるんですって。ちょそりゃ先輩ないわ、そりゃあのごめん、俺そ犯罪者になんか言われる権利ないかな、カモン達夫、うん、俺飲酒運転はせんかな、さすがに。ごめんなさい、僕なんか愛ない毒舌とかなんか失礼ないじりとかしてまうかもしれんけど、俺飲酒運転で追突事故はせえへん。俺飲酒運転はせえへんわ、うん、でびっくりしてんけど、なんかまあ、クソジジイやこいつ、年齢もなだいぶいってるわ。このクソジジイが飲酒運転したことあるらしいですよって俺聞いて、めっちゃ嬉しくて。あでもそういう人おるやん、なんかそうこういう重鎮の芸能人ってなんか昔飲酒運転した過去があって、でもなぜか時代のおかげで復帰できてみたいな、で今はあんま責められへんみたいなあんねんけど、こいつ2023年らしいで。こいつの飲酒運転、こいつ2023年の1月らしいで。まだ1年経てんかな、アホ。お前どの口がもの言うとんじゃい、ハゲクソが老害。ボケ。